決まりますね。勝った人ベスト2ですね。優勝者と準優勝者は次回というか、ドライブの決勝戦があります。決勝戦ファイナル違うな、8月16日ですね。8月16日のトライブロックのみで、今日5月17日と6月28日7月26日に、例えるならこれは予選です。今予選で、ファイナル8月の16に出るための予選を今やっております。で、優勝者と準優勝者が、それに出れますので、で、もちろんこの日は敗者復活戦もありまして、今日また次のトライブ、その次のトライブにエントリーした方のみだけ、敗者復活戦のエントリーができますので、今日負けた皆様もどん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 エントリーしてください。さあ、それでは行きましょうか。行きましょうか。ゆかりんご、ギャブ、出てきてください。ゆかさん、ギャブさん、あれ、じゃあ私アシさんとヤガミは出てき、なんでそこにいるやん。そんなショーケースかみたいのはわかるんだけど、わかるんだけど出てきていただかないとですね、お話にならないので。アシさんいますか。なんかアシさんさっき多分あれですね、ダメ出しというか、ちょっと一言お願いしますというね、若者たちからレッツになってましたけど。はい、それではいきましょう。じゃあこれに勝ったら決勝でございます。いきましょう。進行 OK でしょうか。進行の OK。 さあ、ゆかりんご、さっきエレベーターの中でなんで私だけこんな強豪とと言っておりましたが、言っておりましたが、あなたの器物です。 OK でしょうか。さあ、それじゃあみんなで叫んでください。バトルThank you.
たね。こっちこっちみたいな。よろしいでしょうか。さあ決勝者決めるんですよ。いいですか。決勝者が決まるんですよ。いきます。出ましたね。
ヤブとカオちゃん。じゃあこの決勝戦の前にですね、皆様が待ちに待ったショーケース行きたいと思います。ちょっと通していただいてよろしいでしょうか。ちょっとコメントをいただいております。フロムみさとさんからでございます。今から15年前、名古屋でロックを踊っていた新さんに憧れロック始めました。今日こうやって一緒に踊れることに感謝したいです。皆さんの最初のダンスの師匠は誰ですか。誰ですか。ちょっと照れてる。はい、じゃあそれでは踊っていただきましょう。シュージー&ミサト。Show me.
ました私。いやでもあれでしたね、師匠なのに思い切りドンって今しかできないからここでちょっと力強くドンってやっていこうみたいな。いやちょっと踊った後で大変失礼なんですが、踊った後で美里さんからありがなんかさっきコメントをいただいたので、新先生にもちょっと今の2人で踊った感想をいただきたいなと思います。もう本当にギルしてるんですけど、素晴らしいジャッジの3人ですので間違いないと思います。今日勝が頑張ってると思いますので拍手ください。それまでに負けないぐらい盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。さあそうですよ、盛り上がっていきましょう。みんな息切れするぐらい叫んでしまいましょう。さあでは決勝戦いきましょう。ヤブカバちゃん出てきてください。始めちゃってもよろしいでしょうか。この時点で、この2人が、8月16のファイナルに、出るということで、こんな2人がね出るなんて強者なので強者ぞろいのファイナル大会になると思います。でもここでは、優勝者をはっきり決めたいと思います。さあ、どっちが勝つでしょうか。それでは決勝戦、シンくんいいでしょうか。はい、オッケー。いってまいりましょう。決勝戦バトルThank you.
どうでしたか？どうでしたか？どうでしたか？楽しく踊りましたか？そうですね。そうですね。もうちょっとなんか、もうちょっと早く踊りたかったんですけど。あー、30秒。ルールですので。さんどうでしたか？ちょっと長く踊ったかったな。ルールですので。すいません。はい。はい。じゃあ結果はですね、あつしさんが手を挙げていただけるので。はい。あつさん。そう。はい、じゃあ行きましょう。今日のバトルトライブ101ロックバトル優勝者は3、2、1ジャッジ。おー、カモちゃん、おめでとうございます。カモちゃん、さあ出てきてくれました。お、はい、じゃあかわちゃんにはお食事券5000円分贈呈です。さあ誰と何を食べに行くのかな。彼女と焼肉食べに行きます。玉ねぎ食わせてやってください。それで、はい、じゃあ多分皆様もね聞きたいと思いますので、ジャッジの総評、総評、はい、じゃあどうぞ皆様前へ。じゃあヤガミ君から。はい、皆さんお疲れ様でした。すごくいいダンスばっかり見れてすごい楽しかったです。で、僕は思うことなんですけど、怒ってたりとか印象強かった子はすごく音に純粋に踊ってた気がします。で、途中で見てて困った感じだったりだとか音に追われた感じだとかがたまにあったりしてたんで、すごく純粋に本当に音に合ったダンスをしているとすごくいいダンスだなと思いました、はい、なんで純粋に、シンプルにいきましょう。というわけで来月はよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。すごい、ジャッジバトルのジャッジ初めてだったんですけど、もうめっちゃもう16人選ぶのにもハム喧嘩結構意見に分かれて大変でした。だから本当に全然上がる可能性のある人も本当にいっぱいいて、でも本当にみんな上手いなと思って、私もバトルちょっと勝ったことないので言うのもなんなんですけど、私は結構音ハメだとかそのすごく器用に技術があって踊ってる人よりもなんか音に乗ってっていうか、あとすごくソウルの動きとかみんなすごい上手だと思うんですけど、そこにちゃんとロックだったりポイントだったりがあまり入ってないと、やっぱ私はしっかりロックとかポイントとか入ってる人を選びました。はい、そんな感じです。私もまた出ますのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。今日というか、バトルってすごい難しいと思うんですけど、自分もすごい難しいな、踊りってすごい難しいなと思って、今日は、川田が優勝したけど、上手いから優勝したっていうわけではなくて、今日一番、いい踊りができてたかなっていうので多分今日優勝したんだと思います。上手いか下手かで、これで川田もなんかおごり高ぶらず
また常にいいのが出るように、練習してほしいなと、生活してほしいなと思います。で、普段のやっぱり生活の仕方もすごく大事だと思うので、なんか、本番だけいいのが出るはずもないので、練習で、気を引き締めてやって、楽しく、練習するのも大事かなと僕は思うので、練習から本番のようにやってほしいかなと思います。あと、いくつかそう思ったことがあって、なんか、ダメなところというか、感じたことですね、動きすぎ、みんな動きすぎかな、すごいめちゃくちゃ動きすぎで、止まってない、力入りすぎ、すみません、ちょっと書いてあるの棒読みしてるだけですけど、衣装も大事かな、ロックダンスの良さをもっと味わってほしいかな。やっぱ泊まるとこだったり、泊まりがやっぱ思ったのがロックが少ない、なんかちっちゃんでダダダダダダダみたいな感じで、なんかキツっていうのがやっぱ少ないかなって思いました。それがなんかロックダンスの大事なとこだと思うので、人それぞれいろんなスタイルがあると思うんですけど、やっぱ泊まるのもやっぱ流れてる人が多かったので、今日そういう風に感じました。なので、あとはなんか男の子はなんかすごい動くんだけど、やっぱ動きに見えてしまうのがすごくあって、ダンスを僕も勉強してるんですけど、もっとダンスを勉強してほしいなと思いました。女の子は女の子でやっぱいい、なんか楽しそうに踊ってるので、なんかそこがやっぱ今日は多く勝ち上がった要因かなとも思うので、やっぱいい、自分のなんか楽しいように踊ってくれたら本当はいいんですけども、やっぱり音楽を大事にして、これからいってほしいなと思います。はい、お疲れ様でした。ね、皆様もこのジャッジ3名のありがたいお言葉を聞いて練習頑張りましょうね。私も頑張ります。なんか今日しみじみ思いました。なんかロックダンスっていいですね。私も次出ようかな。ここ3人、ね、出ましょうかね。ね、3人。